ピアニスト大のうますぎ僕天才プティ。この番組は聞いていただいている方々のご好意によって放送させていただいています。ハローグッドモーゲン、おはようございます。ピアニストの大です。今日は9月30日水曜日朝7時を迎えました。5月から始めたこの放送も今日でなんと20回目の放送となりました。ということで今日は、特別バージョンで顔出しラジオ放送。毎週水曜日のこの朝7時にラジオとして投稿していきます。平日のこの時間帯は皆さん学校に向かっているところだったり、通勤中だったり、お家のことでお忙しくされていたり、もしかしたらまだ寝てる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな中もしくはちょっとした時間に聞いていただけたらとても嬉しいです。今週もあっという間に1週間が過ぎていきました。先週の金曜日は4年半パーソナリティを務めさせていただいた僕のラジオ番組うますぎ僕天才も無事最後の生放送を終えることができ、少しほっとしています。皆様からたくさんの贈り物をスタジオにいただきました。この場を借りて皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。と同時に金曜の同時刻に仕事も入り、番組終了となっても慌ただしい日々が続きそうです。今週は新たな出会いもありました。ネットを通じて最近仲良くなった友達が札幌に来るというので、一緒にご飯食べに行ったり飲みに行ったりストピ引いたりして、とても楽しい時間を過ごせました。さて、夏が大好きな僕はまだまだ秋の訪れを受け入れたくはないのですが、札幌はだんだんと紅葉の季節に入ってきました。自然を心より愛している僕は、実は秋の紅葉情報なる雑誌を買ったので、秋は秋で楽しみであったりします。秋キャンもありますし、というより多分僕は冬を恐れているんだと思います。寒いの苦手だからな。さて、今日お届けする曲はイメージは先週同様、またしても外の日の光の曲です。明るい曲なんだけれど、少し寂しげなメロディーが夏と秋の狭間を感じずにはいられない、そんな曲です。それではお聴きください。ゲームファイナルファンタジー10よりリュックのテーマ、どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。同じくファイナルファンタジー10のティーダのテーマは過去のプティラジで爽やかな朝の曲としてお届けしました。他のキャラクターテーマも今後弾くこともあるかもしれません。今日もドイツ語の名言を一つご紹介したいと思います。Ein wahrer Freund trägt mir zu unserem Unglück bei, als tausend Feinde zu unserem Unglück. Marie von Ebner-Eschenbach. 千人の敵がもたらす不幸よりも一人の友達がもたらす幸福の方が大きい。マリー・フォン・エッシェンバッハの言葉です。現実的にはよほど表立っている人でもない限り千人の敵なんていませんが、そこまでいなくとも周りに自分のことをよく思ってなさそうな人、特にネットにおいてはそれがリアルより顔が見れない分目立って感じてしまいやすいですが、そばにいるまたは近くにいなくともつながっている大切な友人の存在があれば何も気にすることはないということです。あとは自分が生きていくことについて何が一番大切かを再確認すること、再認識することが大切かなと思います。一本の大きな柱を自分で感じることができれば、小さなトゲはチクリとはしてちょっと痛いかもしれないけれども立ち向かっていけるはずです。大切に思ってくれる人を大切に。ヨーロッパにいると朝のさよならの後には決まって良い一日になりますようにと付け加えます。今日もドイツ語で僕も言ってみたいと思います。皆さんの今日という一日が素敵な日になりますように。 Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, Baba. それではいってらっしゃい。